はいどうも、モンチーです。今回はヘビをお迎えするならぜひ西武柴原ヘビをお願いしますっていう動画をやっていきたいと思います。それでは最後までご覧ください。どうぞ。それではですね、ヘビをお迎えするならぜひ西武柴原ヘビをお願いしますということでやっていきたいと思います。ヘビにもですね、いろんな種類がいます。ボールパイソンだったり、コーンスネークだったり、可愛いヘビはいっぱいいます。正直ショップさん行ってボールパイソンハンドリングさせてもらったり、コーンスネークハンドリングさせてもらうと、やっぱりどうしてもですね、お迎えしたくなります。ボールパイソンはめちゃめちゃお迎えしたかったです。ただ嫁にこれ以上増やすなと違う種類を増やすなと、そっから広がっていくからって怒られました。でも私は浮気はしないです。西武柴原ヘビ一筋でいきたいと思います。で今回ですね、この魅力を、あ、こいちゃんごめんね、こいちゃんごめんね、本当ですね、初心者からもうベテランの方まで飼いやすいヘビだと思います。大きくもならないですし、だいたいオスで最大60センチ、メスで80センチぐらいです。まあ、小型のヘビといえば小型のヘビです。結構今日動くね、こいちゃん動くね、こいちゃん動くね。そうです、私はこの西武柴原ヘビを押します。ぜひですね、ヘビをお迎えするなら西武柴原ヘビおすすめしたいと思います。おすすめの理由の一つとしてですね、一番やっぱり私が伝えたいのは、おとなしいです。やっぱりお子さんでも安心して触れると思います。モテる？モテる？こんな感じで子供にもモテます。おとなしいです。かいちゃんどう？かわいい？うん。れいちゃんかわいい？うん。かわいい？なんか言うねんな。はーい。先日ですね、私の友人が、子供がヘビを欲しいって言ってる、何がいいって聞かれたんです。その時に、西武柴原ヘビを、押しました。すごく押しました。いや本当ですね、我が家5匹いてますけど、噛む子なんていないので、1匹だけね、小太郎ってやつが餌と間違えて噛みつこうとはしてくるんですけども、人間の手って分かる、私の手って分かると、もう噛みついてこないです。もう本当に噛みついてくることはないと思います。威嚇はしてきますけど、体当たりだけで、シュッ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 言って体当たりしてくるだけで、噛みついては来ないです。暴れん坊がいますけど、うちには怒りん坊が。ぜひね、もうお迎えするなら私は西武柴原ヘビをおすすめしたいです。モルフも多いですし、おとなしいですし、ヘビをお迎えしようと思っている方がいてるのなら、西武柴原ヘビお願いします。こんなに可愛いヘビはいないと思います。私はもっと西武柴原ヘビの可愛さを広めていきたいと思っています。西武柴原ヘビのお迎えを悩んでいる方がいるなら、絶対にお迎えした方がいいです。後悔はしないと思います。いや、後悔はさせません。いや、後悔しないです。お迎えしてよかったなと思います。本当に可愛いですね、このヘビは。可愛いな、本当におとなしいです。それでは今回のですね、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。
この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではカイトくんじゃんけんの方に行きたいと思います。どうぞ。はい、どうぞ。最初はグーインジャンホイ。カイトくんが出したのはチョキです。視聴者の皆さん、勝てたかな？はい。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。見せて。